ラリッサ・ウォーターズ・ラリッサ・ジョイ・ウォーターズは、カナダ・ウィニペグ生まれのオーストラリアの元政治家、弁護士、オーストラリア緑の党所属。両親はともに、オーストラリア人で、生まれて11ヶ月目に、オーストラリアのブリスベンに移住した。それから一度もカナダに帰ることがなかった。グリフィス大学で法学士を得て、その後はニューサウスウェールズ法律大学で博士号を取得後、クイーンズランド州やフリーヒルズ法律事務所、オーストラリア環境保護庁などの顧問弁護士として働いていた。2009年の選挙では落選したが、2010年の選挙ではクイーンズランドから上院議員として当選し、2016年の選挙でも当選した。2017年5月9日、ウォーターズは連邦議会で生後2ヶ月目の娘に授乳をした。これは世界のメディアで取り上げられた。2017年7月18日、4日前に二重国籍問題で辞任したスコット・ラドラム元議員の件を受けて彼女自身で調べた結果、まだカナダの国籍を有することが判明した。政治家の二重国籍を禁止するオーストラリア憲法44条に違反するため、ウォーターズは議員を辞任した。ラリッサは1976年の新カナダ市民権法が施行される1週間前に生まれている。以前は属地主義だったが、新法ではカナダで生まれた者はすべてカナダ市民権を取得する資格があるとされているため、能動的にカナダ国籍を放棄する必要が生じていた。キャサリン・マーフィー、ラリサ・ウォーターズ・クイッツ・アズ・グリーンズ・セネター・オーバー・デュアル、シティズンシップ・ウィーズ・カナダ。ザ・ガーディアン、2017年7月21日閲覧。議員が議場で歴史的授乳、規定改正で実現号 CNN、2017年8月22日閲覧。ルヤ・マエア・アレフト・ヒリア、スミス。ラリサ・ウォーターズ・ビカムズ・ファースト・ウーマン・ツー・ブレスト・フィード・イン・オーストラリア・エス・フェデラル・パーラメント・インデペンデント。2017年7月21日閲覧。合上院議員が辞職表明、二重国籍判明で先週末から2人目、BBC、2017年8月22日閲覧。ヘンリー・ベラット、ラリサ・ウォーターズ、デピュティ・グリーンズ・リーダー。クイッツ・イン・レーテスト・シティズンシップ・バングル。ABC ニュース、2017年7月21日、閲覧。ありがとうございます。